力天魔王降臨戦。いらっしゃいませ。ゆっくり見ていってくださいね。お買い上げありがとうございました。夢を見ていた。桶狭間での武威は信長の名を世に知らしめた。波動をなすなどとくだらぬことは言わぬ。だがこの戦国乱世は武の力により開かれた。力が開きし戦国乱世はより強大な力によりねじ伏せられるべきよ。故に信長は天下に武を敷くと宣ずる。それが世の望み、そしてこの信長の望みだ。秀吉、は家康、は光秀、は勝家、は忠勝、はここにわしは信長たるゆえんをなさんがため、武田を打ち滅ぼし、この長篠に再び武を敷く。全軍開幕だ。板振り、名振り、そして武田のすべてを根から絶やせ。尾張の小大名であった織田信長は、その知略と圧倒的な武威により桶狭間で今川義元を破り、その名を世に知らしめた。信長はその後勝利を重ね、美濃、近江、越前を下し、中部近畿地方を掌握。さらに戦国最強と謳われた武田騎馬軍団を打ち破り、戦国の覇者たるを知らしめんと闘神長篠の地で武田軍と対峙するのだった。戦いもがき滅ぶとよい。第一話、長篠の戦い。それが宇野の望みなら。
長篠にて古き世は終わりを告げ、その死をしかと目に焼き付けておけ。撃て！信長が召した。お見事ですな。
事のため命を捨てるか。くだらぬ者、くだらぬ主。あのある武士とお見受けいたす。決死と今は武田を根から絶やせ。変わることができず死あれば信長様は今日時代を変えた。やはりこのお方こそ私だ。
ざ尋常に勝負我が血は騒ぐまい。消え失せよ。織田信長は長篠の戦いに勝利、武威を示した。だが、性急すぎる信長の天下取りに、旧勢力の抵抗はやむことはなかった。信長は近畿を実質の支配とする旧勢力の象徴、本願寺に対し軍を起こす。一方、本願寺は西方の一大勢力、毛利に救援を依頼。それに応えて毛利水軍が大阪湾に出現する。今、水上の覇権をかけた攻防が始まろうとしていた。すがり信じ行くがよい。第2話大阪湾の戦い、それがうぬの望みなら。本陣の守りを崩すな。味方の船が到着するまで耐えよ。信長さんよ、これも仕事だ。裏
恨むなよ。進め。その先は極楽浄土だ。なぜウムラは生きるために抗わぬ。ウムラには生も死も同じくらいしかないか。敵さんの本陣を攻めてくれ。引き続き味方の船を待て。時が来れば敵船など無に帰するのみ。敵将信長が召した。敵将よ、押して参る。尽情に勝負。敵将信長が召した。尊敬いたしております。の怒りを喰らえ。踏ませることなく潰してくれよう。ようやく兵糧が届いたな。しっかりあっちまで届けてくれよ。敵将信長が召した。なき死が兵糧を運び込ませるな。
要した。お見事、さすがでございますな。第6点が来た。信長が死んでいる。決着をつけるぜ。修羅とする一発で行かせてやるぜ。信長さんよ、ちょっとやりすぎだぞ。見たがっておるのは俺だ。あんたは始末した方がいいってことは分かる。敵将信長が召した。信長様、尊敬いたしております。修羅とする信長、お前は俺が必ず消すぜ。敵将信長が召した。信長、お前はいちゃならない存在だ。今日のところは引くが、俺は諦めない。無力。大阪湾の戦いは織田軍の勝利に終わった。
戦国乱世の最大勢力となった信長は残存勢力に対し多方面作戦を展開する。これに対し東方で上杉謙信が義に準じようと信長討伐の軍を起こす。信長は柴田勝家と羽柴秀吉に上杉軍迎撃を命じるが、謙信の軍略の前に苦戦を強いられる。知らせを受けた信長は自らの手で決着をつけんと戦国最後の雄との決戦に赴くのだった。思うざま戦い溺れるとよい。第3話手取川の戦い、それがウヌの望みなら。国軍速やかに下がれ。体勢を立て直した後上杉本陣を攻める。我信長を討つ。孤立した敵を確保撃破し敵本陣を攻める。保湿した柴田殿を救出してください。逃げ場を聞かず有望区軍に前へ進めば。あれはそうかじゃ連邦殿さん、何するのは南国へ敵将信長の道と信長様に抗うのです。義の名のもと民を戦に誘うなど平生の道に反します。誘うのは皆魔王への名のある武士とお見受けいたさ。
将信長が召した。見事ね、私をもっと喜ばせ。当たり前だろ、全軍待機だ。信長が姿を消す。義を返してくれるのだ。押して参る。この信長、我が天下を望まぬ者は消し去るのみ。この全てを長切りにせよ。敵将信長が召した。見事ね、私をもっと喜ばせて。参る。
天上杉本陣を寄せ、オラたちの年から出ていけ。天が下、信長が襲落をする。剣に代わりて釘を打つ。信長よ、亡き貴様に天下を与える、与えられる。シュラトセン押して参る。
するとは。抜かすとは。何のこれしき。天に構え魔を撃たん。いざ戦わん。貴様は我らの敵と借りよが召した消え失せよ。